はい、中山形ムーブチャンネルです。 J2 第32節アウェーでの FC 琉球戦、2対2の引き分け、4試合負けなしということで、アウェーの琉球戦引き分けて戻ってくることができたのは決して悪くはなかったんですが、まあ勝てた試合にも思えましたし、なかなかこうもどかしいシーンもあったりとかしてですね、ということで僕なりに試合を振り返っていきたいと思います。試合の入り方としては決して悪くなかった、むしろ良かったのではないかと僕は思いました。1点目 FC 琉球の1得点目、あのシーンはもうしっかりディフェンスもブロックを組んで守っているような状況でした。それなのに2本3本の縦パスですかね、右サイドをえぐられた瞬間にですね、山形の選手が、体の向きが全て自陣のゴール方向に向いていたということは、人を捉えられていないという状況でした。それが全員そうだったんですね。まあ僕はダゾーンで中継を見ていたんですけれども、ダゾーンの中継のその画面の中に入っている何選手ですかね、まあ6選手7選手が全て、山形のゴール方向に体が向いていた。普通だったら相手を捉えながら、まあ半身でボールと相手が見える位置をポジションを取るということが基本ではあるんですけど、まあもちろん相手のパスが早くつながって不利な状況になったとはいえどもですね、完璧に人も捉えられていない、ボールも首を振ってでしか捉えられていない、体全体でボールと相手が捉えられるようなポジションを取れている選手が一人もいなかった。そこに琉球の速いクロスボール、まあ、ボールも良かったしシュートも良かったんですけども、その前に山形の全選手のあのボールに対する体勢があまりよろしくなかった。これがあの失点につながったと思いました。正直ですね、出だしを見ても総合力、試合全体の力の差というのは、まあこう言っては何なんですけど、山形の方が技術も展開力も琉球を上回って見えたがゆえに、非常に引き分けというのが悔しい試合ではありました。それは別にロスタイムでのあの藤原選手の PK が決まってたら、決まらなかったから、そういう話ではなく、もっと序盤に試合を決定づけるように相手を抑え込むことができたのではないか、もう試合中にあった決定機をしっかり決めきることができれば、3対2もしくは4対2というスコアにもなり得ることができた試合だったと思ったので悔しかったですね。まあでも結果は受け入れていきましょう。そして決して負けたわけではないです。そして今回は前節の金沢戦で警告を受けた山崎選手が出場停止ということで、初めて長野パルセイロから移籍してきた吉岡選手がスタメンに名を連ねました。で、野田選手と吉岡選手のセンターバックのコンビがですね、前半は割と、お互いの距離が近かったりですね、ちょっとその、ポジショニングの距離感がうまくやはり取れていないように見えた。それでもしっかり吉岡選手は高さもあって対人にも強くてですね、ビルドアップもしっかりつないでいく、しっかりとした技術がある選手ということが僕は初めて見たので申し訳ありませんが、あの確認できてすごく安心しました。ただ、やっぱり初スタメン、そして初めての、公式戦でのチームメートとの距離感というのが前半は少しこう気になるように見えたんですけれども、後半になってしっかり修正した吉岡選手と野田選手、まあ他のディフェンスライン、後藤選手も含めてですね、この数節のビルドアップの展開として、3枚でディフェンスラインセンターバックの間にゴールキーパーの後藤選手が入ってビルドアップしていく、他の選手は高い位置を取ることによって前線で数的優位を作るという山形のサッカーが、後半は吉岡選手と野田選手の距離が良くなったがゆえに、後藤選手もビルドアップに入ることができて良くなっていった。後半のサッカーは前半よりもより一層良かったですね。後半は最高のゲームだったと思いました。そしてまあデラトーレ選手ですね、2得点爆発してくれました。まあもちろんもう1、2点取れるようなシーンもありましたけれども、2点も取ってくれた。やはりデラトーレ選手のまあそんなにスピードがある選手じゃないんですけども、シュートのうまさ、ポジショニング、シュートに入るまでのモーションの良さというのが、ニアからフォアに逃げたり、フォアからニアに入り込んでいったりというゴール前でのポジショニングの良さというのが輝いた。なぜ輝いたかといえば、もちろんデラトーレ選手のそういう技術思考の良さもあるんですけれども、サイドを崩している、サイドを崩して中にボールが入れることができているというのが、今得点に結びついているデラトーレ選手がゴールを量産できているきっかけになっているのではないかと思いました。さあまあね、4試合負けなしということで、これはね、ここからプレーオフ圏内に入っていくためには、ここからの戦い、残りの試合少なくなってきました。ここからが重要になってくると思います。
そして、また連戦が始まります。大宮戦があって、岡山戦の再試合があって岩手と続いていくわけですが、ここなんとかね、負けなしで乗り越えればプレーオフ圏内、そしてさらにちょっと上、できるだけ上の順位に入っていくことができる可能性があるんじゃないかと思います。ということで大宮戦ですよ、第33節、久々に現地に行く予定でございます。ぜひね、お会いしたら、まあご挨拶できたら嬉しいなと思いながら、まあ僕の方がね、なかなかこう皆さんのことが分かんなかったりするもんで、こう、いろんな方とお話ししたいんですけども、ぜひ声をかけていただければ嬉しいです。一人一人の力でですね、チームを盛り上げて、絶対に今年は J1 に行きましょう。山形一丸ですよ。次節、第33節大宮アルジージャ戦の勝ち点3の夜を願いまして、そして皆様のご健康とご多幸を願いまして、ご唱和ください。乾杯。ここから踏ん張って上に行きましょう。